まだ死者の日の2日目、11月2日ですけれども、今日までが死者の日だと思いますので、このサンミゲルデアジェンデの死者の日はどうなのか、そこら辺も、見ていきたいなと思っています。また一味違う魅力があると思いますので、街に早速繰り出してみたいと思います。